You chose the right program. Making sense.皆さんこんばんは、清水美智子です。三谷幸喜です。この番組のスタッフの大村さんっていらっしゃるじゃないですか、はいはい、大村さんといえば最後の忠臣蔵の、そう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 、先祖が、うん、忠臣蔵で赤穂浪士入れなかった、もう一回聞くよ、逃げたっていう言い方がいいんですよ、もう一回聞くよ、本当に来るんですねって、やめてもいいんですからねって言った時に、じゃあやっぱやめさせていただきますっていうご先祖を持ってらっしゃる、はい、そのおかげでね、だから今いるわけですよ。そうなんですよ。その方がツイッターでね、僕倍賞千恵子さんに会えて、トラさんのことを卒論にしたから僕としては本当に夢のようだったみたいなこと書いて、なんか浮気現場みたいで見たみたいで、私がそのラジオに来たからってね、あんまり喜ばれるとなんか面白くないわって言ったのって覚えてる？覚えてます、覚えてます。へーって言ったよ、でも途中で大丈夫、大人の相槌ですよ。そうですか。それで面白くないって言ったら本当にツイッターをしなかったみたいなんです、しばらく。何があっても褒めないし、だからあれ冗談だからねって一応打っといたの、そしたらさ、さっき見たらスタジオ作業に追われる中、息子から電話があった、急いでいたが一応出た、大変なことが起こった、今日のアマちゃんが途中までしか録画できてないんだと、冷静にBS の再放送の時間があるんだよと伝えたら喜びの絶叫していた、まあ、そのくらいちっちゃいお子さんなんですけども、アマちゃんが大好きな、アマちゃんが大好きなんです。どう思いますか。しかも大村さん今ここにいないわけじゃないですか。そうなんですよ、別な現場で仕事してるんです。そうなんですよ、浮気男なんですよ。アマちゃんといえば工藤官九郎さんの大ヒット作品、それは浮気になるんですかね、やっぱり。なんとなく、私の代わりにユウさんいたら面白くない、私はねっていう話で、三谷さん誰が面白くないって言ったら工藤官九郎って言ってたから、そうですねなんとなく、いや清水さんが工藤官九郎さんと番組始めたらちょっと僕ショック、なんとなく嫌なもんだよ ね、 ですね。だからもう絶対やめるんだったらどっちにしても聞かないと思いますけどねこの番組で僕の代わりに工藤さんが入るの、それはちょっと、それだから一気に小山薫堂さんでも嫌だな。小山薫堂さんちょっと新しい考えですね秋元さんだったらいいかな。ああそうなんですか、あんまり接点がないから。はあ、はあ、小山さんちょっと送り人で。お前はせこい男だな。ゆうさん元気かな。お前はせこい男だな。さとみちゃんの気持ちわかる。元気かな。やめなさいよ放送で言うの。オンエア日は違いますけど、今日で僕2周年ですから。あ、失礼しました。ありがとうございます。くしくも今日なんですよ。失礼いたしました、はい、でも2人とも健やかそうで ね。でも私ちっちゃい頃から思うんですけど、はい、離婚しても、さっぱりと会える仲ってすげえ羨ましいな、気持ちがいいっていうかね、本当の友情ってあるんだなって感じがして。会えてないよ。会えてないけどね。もちろんね。あ、そうだったの。なんか会いそうな感じがするけどね。メールのやり取りとかはありますけども。あ、それいいじゃないですか。まあちょっと会うのは恥ずかしいな、なんか。どういう顔、そうなのかな、恥ずかしいかな。どうなんですかね。だから CM 見て、あ、出てらっしゃるなみたいなのある。あ、そうかそうか、お互いにね。ちょっと恥ずかしいですよ。でもどっちが恥ずかしいの、見てる自分が恥ずかしいわけね。見られてる方が、見られてる時はニコニコしてるの。見られてる時って僕生で見られてないですから。落ち着きなさいよ。これから付き合うってわけじゃないんだから、もう戻ってこないんだから。言い過ぎ、戻ってこないんだよね。言い過ぎ、やめた。いいんですよ、もう2年経ちました。話をとにかく変えましょう。その浮気の話はやめましょうね、はい、大村のせいですよこれも。大村本当にね、スマイリーに菊池に。そうですよ、そんな言い方もないですけどね。菊池さんも、スマイリーさんも頑張ってらっしゃいます。そうなんですよ。どうしました今週の私は、はい、いろいろ変わった仕事をたくさんやりましたね。番組に出たりですね、あとライブの中でホーミーでね、アルパカを集めることができるかっていう、まあやってましたよね、映像。あれはアルパカを寝かせることができるか、眠らせるか、だったんですけど、それは1対1じゃん、そうじゃなくて私が一人で行ってアルパカ牧場に、ホーミーをすることで、アルパカが集まってくる、癒されるんじゃないか。やったんですか。
やってみたんですよ。というのはラクダの涙っていう映画があるんですけど、はいはい、それの中でこの番組でも話しましたけどね、うんうん、覚えてる、本当に覚えてますよ。ラクダの涙、ホーミーをやったら、うん、おっぱいはあげなかったラクダのお母さんが急に泣いて、うん、それでおっぱいをあげ始めるっていうドキュメンタリーだからね、うん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 、でアルパカとラクダっていうのは親戚関係なんです。似てますもんね。ラクダ科なんです、うん、気がちっちゃいんです。ラクダ科なんだ。そうなの。なので集められるんじゃないかと思ってそういうことをやりました、うん、でまあそれはまあそのうちライブ見に来てください、うん、その映像ね。でそれをそんなライブ用に撮ったんですか。それをそうなんですよ。今ほらお笑いのライブってさ時々こう映像が入るじゃないですか間に休憩っていうかね、ちょっとこう一服する感じの時に、ね、そう着替えたりとかね、うんうん、それはまだ分かるんですけど全然関係ないんだけど、うん、アンガールズのその映像、うん、ちょっと笑っちゃったんだけど、あの人たち広島で、うん、広島出身だからね、あっちで番組やってんだって、ええ、広島歩きの、ええ、それを東京で流すんだって。面白くない？ライブの中でテレビ番組流すって。番組流す。そんな考え方あんのかと思ってびっくりしました。まあ、あれもラクダ科ですからね。アンガールズ。ラクダっぽいよね。ラクダっぽいですね。それでその話をテレビ局の人に したところ、ええ、じゃあ本当にラクダにやってみてくださいと。うん。いうことになって、アルパカじゃなくてその大元のラクダにホーミーをやりに行く企画ってのがあって、うんうんうん、鳥取行ってきた。鳥取にはいるんですか、ラクダが。鳥取といえば砂丘ね。砂丘にはラクダ。そうね、そうなん。何どういうこと。え、ラクダ園みたいなのがあるの。私もびっくりしたんですけど、仕事4匹か5匹だがいまして、うん、そこで観光客用に本当に砂漠を横断するんだ、ラクダで。そうね、横断と言いますか、まあ周遊ぐるっと回るみたいな感じ。そうなんですか。びっくりした。ラクダってさ、うん、ちょっとほら面倒くさがりみたいな顔してんじゃん、ね、ガムこうくっちゃくちゃやってる。食いながらね、態度悪いですよね。そうしかもあれ一回食べてももう一回くちゃくちゃしてるからね。反省してるんですか。その辺のヤンキーよりよっぽど怖いからね。ペッてやられたら本当にブルになるからね。それで本当に立ち上がるのが億劫な動物なんだって、うん、頼むから立ってくれよみたいな感じ。なかなか確かに山が動いたみたいな立ち方しますからね。よっこいしょみたいなね。知ってる？なんで知ってんの？ラクダってだってあれなんですよ、僕の知識では。絶対に酔うんだって、乗ると。あまりにも揺れるから馬で酔わなくてもラクダでは酔うって聞いて。それぐらい揺れるらしいですね。じゃあ本当難しいんだ。難しいんですよ。あれコブでなんか安定しそうだけど、うん、へえ、ね、そうそう。で私と三浦康子さんと、うん、そして椿鬼奴さん、うん、そしてハリセンボン春菜さんなんかと行ってきましたんで。またこの続きは明日。おなじみメンバーじゃないですか。Oh no, the usual suspects. Yes, we will get onto it tomorrow, but tonight, well, Mi-chan just proving once again what an animal lover she is. This time with Alpa.